政府の来年度予算編成に向けて、県が国に提案や要望を行う重点的な取り組みの説明会が奈良市内で開かれました。会では、山下知事が県から国に提案や要望を行う15の項目について、県選出の国会議員などに説明しました。 項目には2025年の大阪・関西万博に向けた魅力発信への協力のほか飛鳥・藤原のキュートとその関連資産群の2026年の世界遺産登録を目指して史跡の整備促進維持・管理に対する技術的・財政的支援などが盛り込まれています。また、た大規模広域防災拠点の整備計画を見直したことに伴い、 2000メートル級の滑走路用の土地を防災を目的とした別の活用をしたいとして継続的な財政支援を求めるとしていますこのほか各市町村からも合わせて66項目の提案・要望が示されました